about to start. Good luck! まさか自分のクローンと戦うことに。どうやら木のようや性質も
俺、おそらく体の構造や能力も俺と同じなんだろう。しかし、ここまで長所と短所がすぐに分かる相手も珍しいだろうね。自分のことは自分が一番よく分かっている。今回はそれを利用してやる。自分が相手だからこそできる戦い方をしてやる。 今のおめえなら、これくらい俺がワクワクしてきたぞ。なんだ、これやっくり。十分慣れてきたみてえだな。
入れてやれよ。覚悟はいいか。
どうやらここがレッドリボン軍の基地のようだな。ん？気づけろ！誰か出てくっぞ！お前たち、やはり来てしま…16号だ。ひょっとしてお前、昔の記憶があるんじゃないか？やっぱり俺たちのこと覚えてるんだな。それがどうした？どうしたって、俺たちあの時一緒に戦った仲間じゃないか。なんでレッドリボン軍なんかに手を貸してるんだ？なあ、答える必要はない。俺たちは、俺はお前と戦いたくないんだ。このおかしな波動とクローンたちを作るのをやっ、お前たちの意志は関係ない。来ないのなら、おめえ、やっぱオラたちを本気で倒す気なかったんだな。さっきを全く感じなかった。悟空の言う通りだ。
16号が好きで戦っていたとは思えない。もし本心では軍に従いたくないなら俺たちもう一度な。すまないが俺は軍を離れることはできない。奴を放っておいたらいずれ奴。ああ、今のレッドリボン軍を指揮している人造人間21号だ。人造人間21号。俺は21号の指示に従って動いてきた。だが21号の人格はどんどん凶暴になり、俺が軍から離れてしまっては。そうよね、軍から離れたらあいつはに。あなたはさっきの21号だって。こいつが。一体どういうことなんだ。この人が21号ならなんでさっき18号をかばってくれたんだ。別にかばってないわ。あの時は戦うことを避けたかっただけ。まだ私の力は十分じゃないのに、あなたたち。それよりも16号、あなた随分姑息な真似をしてくれるわね。何のことだ。とぼけたって無駄よ。あなたがシステムを起動したのでしょ。そしてこいつらの力を引き出すため適合者をリンクさせた。だとしたら、あら、開き直るの。逆らう。私に逆らったらあいつ一応まだかばうつもりはあるのね。あれは、これが奴の真の姿ということか。だから人造人間だって言ってただろ。短くない付き合いだったけれど、もう潮時みたいね。たとえ誰であろうと、私を邪魔する奴は許さない。恨むならろくな性格強制もせずにあなたを作り直したあいつを恨むことね。16号、見ろ、こんなものがあったら。待ってろ、今助けてやる。待って、クリリン下がってろ。そんな16号。
16号のために泣いてくれるの？でもそんなに悲しまなくても大丈夫よ。今から美味しく食べてあげ。さっきの攻撃の影響ね。どうした？俺たちを倒すんじゃねえんか？そうしたいのは山々だけど、今。待て！なんで16号を破壊したんだ？仲間じゃなかったのか？私に逆らった当然の報いよ。あの子はやりすぎたの。多少の老いたは目をつぶっていてあげたのに。でも、もういいわ。これで私を邪魔する者はいなくなる。ようやく私は思う存分お菓子を食べられるようになる。クソガキみたいなこと言いやがって。とにかく準備が整うまで楽しみに待っていてちょうだい。ん？待て！逃がさねえぞ。行くぞクリリン。放っておいては損もなくのやつも危険だ。起きろ。おい、いい加減に起き。ようやく、ね、地球人で私のことを知らない。そんなことより生身の人間の精神が。詳しい話は後だ。見つけた。あら、あなたひょっと。そっか、さっきの衝撃。まあいいよ。あなたがリンクしているなら少しは狩りを頼む。